ノトロニクスは、白亜気候期に、現在の北、アメリカに生息した、テリジノサウルス類の獣脚類恐竜の属の一つで、ある。タイプ種ナスロニカスマクニャリーは2001年に、ジェームス・カークランドとダグラス・ジー・ウルフにより記載された。化石は、ニューメキシコ州とアリゾナ州の境にある、ズニボ盆地として知られる地域にある。 モレノヒル層の白亜紀後期の9100万年前の地層から発見された。第2の標本は、ユタ州のトロピックシェイル層にある、エヌ・マクニャリーのものより50万年から100万年、早い中論紀前期の地層から発見され、2009年に、第2の種ナスロニカスグラフェイミーとして記載された。俗名は古代ギリシャ語で、怠け者のような鍵ギ爪という意味である。ばしを持つ、 装飾性の住脚類であり、骨盤は鳥に似ていて、足には4本の跡があり4本とも前方を向いていた。N マクニャリーの創造図人との大きさ比較、ノトロニクスはコエルノサウルス類であり、この分類群にはティラノサウルスのような肉食の恐竜が含まれている。しかし、より詳細には、海分類群のマニラピトル類に属しており、この分類群は雑食性に進化していて、 ノトロニクスそのものは草食性のトガに属している。二足歩行性で、肉食性の祖先よりも直立した姿勢で歩行していた。N グラフェイミーは体重1トン、体長4.5から6メートル、体高3から3.6メートルで、一方、N マクニャリーはこれより若干小さかった。二つの別の種で骨格全体の40から50%が、 回収されていて、根元が丸い葉っぱ状の葉、長い首、おのおのの指に三十センチメートルに及ぶカーブした、鍵爪のあり、器用そうな手を持った、長い腕、大きく太古腹状の腹部、頑丈な後足、相対的に短い尾が記載されている。N マクニャリーは、N グラフェイミーより華奢で、おしいの詳細が異なり、下腕がより曲がっている点で区別されるアートに、ノトロニクスはとされる。 活石証拠は、ニューメキシコ州のズニボンチにある、ヘイバックビュートサイトでの古生物調査隊によって、発見された。発見された、テリジノサウルス類の腸骨の一つは、当初、臨場骨と間違えられ、新たに発見された、ツノリュールズニケラトプスの頭部の隆起の一部とされた。しかし、詳細な調査の結果正しく同定され、すぐに、他の部分の骨格も発見された。 ジム・カークランドとダグールフの率いるニューメキシコの古生物調査隊は発見した化石を親属新種ナスロニカス・マクニャリーのタイプ標本として2001年8月22日にジャーナル・オブ・バータブロット・パレオントロジー誌で発表した。しかし、この名はアリゾナ・リパブリック誌で2001年6月19日にラルフ・モルナーのコラムの中で最初に報告されている。名はギリシャ語で思いもしくは スロースフルという意味のニューオメガシータローとカギ爪を意味するニュープシロンクサイから派生したものである。種商名は発見地の農場主、ボビー・マッキンレイに懸命されたものである。ホロタイプ標本 MSMP2106 は2つの頭骨の断片、脳箱、いくつかの椎骨、肩体の一部、前肢、骨盤、前肢で構成される。 第2のそしてより完全な標本である NVP16,420 は2000年にユタ州のビッグウォーターに在住するメルルグラフムによってビッグウォーター周辺の地域は北アリゾナ博物館による調査が何度か行われており海生波虫類特に主潮流の化石が多数発見されている白紀後期には一帯には西部内陸回路と呼ばれる浅い海が広がっており 後半にわたり、海星の堆積物が保存されている。グラフムの最初発見は、主潮流ではなく明らかに陸星の恐竜のものであったために、多くの研究者が驚愕した。しかし、骨の発見された場所は、白亜紀の海岸線から 100km ほどの場所であった。マナの職員による、この地域での探査でより多くの骨格が明らかになると、この化石が、 テリジノサウルス類のものであると判明し、アメリカで発見された最初のテリジノサウルス類となった。それまでテリジノサウルス類の化石はすべて中国とモンゴルで発見されていた。これは最も完全なテリジノサウルス化の標本であるものの、頭骨は失われている。N グラフェイミーの復元骨格ユタの標本はマナで研究され、体格、 や年代が異なるものの N ・マクニャリーに近煙であることが分かった。マナの標本はアメリカ地質学会ロッキー山脈部会の54次集会で最初に報告された。後にアリゾナジオロジーで N ・マクニャリーと別種であることが議論されたものの命名はされなかった。2009年7月15日にリンジー・ザンのらによりプロシーディングス・オブ・ザ・ロイヤル・ソサイティ B 氏において新種として 分類、命名がなされた。N グラフェイミーの種商名は、最初の標本の発見者であるグラフムに懸命された、ものである。N グラフェイミーの復元骨格は2007年からマナに、展示されている。ナスロニカス・マクニャリーは2001年に、テリジノサウルス化に分類された。2010年に行われた、分岐学的な解析の結果 N グラフェイミーと、姉妹群であることが示された。 ありがとうございます。